ういう条約が正式に結ばれてるわけじゃないけど、部隊を速やかに撤収して領土を明け渡せば泥沼になることはないっていうのがセオリーよ。それがオブジェクトによる安全でクリーンな戦争の実態ってわけ。おかげで銃は錆びるし、栄養過多でニキビができそう。いや、栄養は全然別のとこに回ってそうですが。明日も雪かきするか、ヘビア。いや、それは、マジ？なるほどな。いやだ、嘘でしょ？オブジェクトがあれば、俺みたいな平和ボケでも戦争できるよな。オブジェクトさえあれば。ではそれ以外のものは。自分が生身であの化け物たち。オブジェクトと戦うことになるなんて。